ございます。今日はですね、8月11日の木曜日、5時半になります。夜間帯の昨日の夜間帯の様子なんですけど、夜中のね、感情苦もなく無事にね、過ごすことができました。そしてね、睡眠時間も寝る前の直前までね、編集作業してて寝れるかちょっと不安やったんですけども、もうなんとかね、1時から5時までね、4時間ぶっ通しで寝ることができました。めちゃくちゃすごくね、嬉しくて安心してます。寝ることに対してね、ちょっとなんか恐怖感が薄れたような状態です。もう最近ずっとね、寝れても1時間2時間みたいな不眠症に悩まされてたんで、すごくそれが払拭されたんじゃないかなって、払拭されたその一歩なんじゃないかなって思ってすごく嬉しいです。ほんでね、今まで自分が言って買ってきてもらったこととか、相手が気遣って腹減ってるやろうな、食べたいやろうなって思ってて、気遣ってこう何も言わずに買ってきてもらってた おやつとか、なんか食べ物、おやつの食べ物とかね、をこれからちょっと廃止しようかなって決めました。一応本人のね、母さんにも伝えてます。自分がダイエットするって決めた以上、やっぱそういう環境をね、一個一個潰していくじゃないけど、改善していくためにはね、必要な判断だったんじゃないかなって思って、まあ別にそれでね、ハンバーガーが食べれないわけじゃないし、いつでも食べれるわけなんですけど、お母さんに甘えて、お母さんが買ってきたから食べてもいいやみたいな、そういう感覚でやっぱダイエットしてたら、いつまで経っても変化もないし、親に甘えてると、それやったらちゃんと自分が頑張った分、ご褒美とかで食べた方がよりね、ダイエットを促進できるんじゃないかなって思って、そういう判断をしました。ということで、今日もこの動画ね、見てくださる方も一緒にダイエット頑張っていきましょう。はい、ということでね、早速体重の方を測っていきましょう。体重測り終わりました、お見せします。体重の方が 122.8kg ですね。で、体脂肪の方が31.6% ですかね、となります。ってことでね、今の状態で減ってない、まあね、こんだけ数値がね、上に行ってないってことは、それだけカロリーを取りすぎてないってことなんやなって言ってます。なのでね、この調子でどんどんとね、この停滞期をちょっと乗り越えていきたいと思います。それじゃあね、次は上半身チェックいきたいと思います。
I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool.